アンティークコインアメリカ20ドル金貨リバティヘッド1903年の S MS64 PCGS 鑑定です。直径34ミリで重量が 33.436g、 90% 金の金貨になります。1903年 S 年度は発行枚数が95万4千枚と非常に少なくなっています。 MS64 の PCGS 鑑定で残存が362枚、基準価格が4500ドルという金貨になります。一つ上のグレードの MS65 になると残存が13枚で、1万4000ドルの基準価格になりますので、これは非常に、高いですね、将来性を持った金貨になります。金貨自体も傷が少なくて非常に綺麗なので、MS64 のグレードなのですが、非常に売却するときも売りやすい金貨だと思います。